今日も網のリキッド漬けのサバを使っていきたいと思います。とりあえず大きさはこれくらい、これくらいの大きさから始めていきますよ。さあ釣れるかどうか。今日は大きいの釣りたいね。今日も餌活商店さんで磯目を買ってまいりました。めちゃめちゃぶっとい磯目がめちゃめちゃたくさん入っているのでございます。お安い、これでなんと500円。パックでかいでしょ。デカパック、餌活商店はお安いのだ。はい、メタルジグ釣れました。やったね、やったね、やったね。これいいやつですね。いいやつだ ね、いただき、ね、海藻がすごいです。海藻が、海藻やばい、やばい。ダサンついてる、あ、ついてるついてるついてる。なんだなんだ、なってますなってますなってます。さあダサン、なんだ、何が来る。バレた。あーなんだ、何食ってた。あー、それで食ってたんか。うん、これで食ってた。何食ってたんだろう、わかんない。もう一回もう一回もう一回、すぐ違う、乗らなかったね。惜しかったね。いやー、若洲の夕日は綺麗ですね。この夕日を見るだけで心が癒されますよ。今日は渓村の8番7番の間ぐらいで釣りをしております。若洲海浜公園では投げ釣りは禁止となっているのですが、ちょっと調査で投げてみました。そしたら投げるとですね、海藻がびっしり海底に生えているらしく、もうすぐに根がかりしてしまいます。投げ釣りはやめておきましょう。そもそも、まあ、してはいけないんですけど、釣りになりません。投げるだけ仕掛けが無駄になりますので、やめた方がいいと思います。ほら、ちょっと待って、何これ。これあのサメ専用の針です。何を、サメですか。サメ専用です。サメ専用です。いやー、それでなったら熱いね。激熱でしょ。激熱ですね。激熱ね、まあ、すごいね。三強です。三強です。キュン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 、三強だね。くれなずむ街の光と影の中、愛するあなたを送る言葉。釣れない、釣れないよ、釣れない。いや、本当に綺麗ですね。綺麗な夕日ですね。綺麗な。キルリン。ただいま5時10分。渓村でダーさんが、これは町秩父かな、多分。ダボハゼだね。7番渓村で釣れました。ビビビってなりました。ビビビ。なんとかポーズ回避だね。ね、なんとかね。厳しいね。厳しいね、でもね。飛行機も飛んでるよ。まさかこれで終わりじゃあるまいな。いやー、なんかなることをちょっと期待して頑張ろうよ。よし、もう少しチョーカーを上げれるよう頑張ってみたいと思います。俺が手つけるからこうやって。何ヘチ攻めしてんの。渓村攻めか。そう、渓村攻め。どれどう？カメラ目線だね。釣れんじゃない？いけるでしょ。来た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 。ビビってきてる。来た。マジ？あ、いいよいいよ。よしよしよし。なんだなんだなんだ。メバルか？カサゴか？あー、メバルだ。メバルです。白メバル。釣れました。釣れました。ここは8番ケース。8番ケース。現在17時45分です。若洲には大暴風が吹き荒れています。鈴が鳴り続けてます。当たりなんだか風なんだかもう分かんない状況です。このような状況では何か不測の事態が勝てませんので、今日の釣行はこれで終了になる可能
いよ。はい、現在若洲は10メートル以上の大暴風が吹いております。もういつもなっちゃったら、いつもなったらバイバイってやるんですけど、今日はそんな余裕はございません。では63ヘクトパスカルです。だけど助かるです。助かる助かるの。ヘクトパスカルで助かる。よくわかんない。もう大変だ。こんな時に何これ、どうなってんの。タモが飛び出ました。もう大変です。もうどうなってるんでしょう。これはロックされた。とにかく今我々は命の危険を感じております。感じてるんだったらとっとと逃げろという意見が聞こえてきますけれども、今こんな状態でも釣りをまだ続けてるスワホドが奥の方にいます。とんでもない人たちです。あの人たちは怖くないんでしょうか。私はとても怖い。今ものすごく怖い。とても怖いです。もう早く、一刻も早くこの場から立ち去りたい。でも私はこうやって動画を撮っている。何をしているんだ。俺はもう全く何をしているのかよく分からなくなってきた。中田敦彦が、俺は一体何をしているんだ。中田敦彦状態というのか。これをもうとにかく逃げます。ゆうちゃんは僕のこんなおふざけに付き合ってる暇はないとばかりに荷物を詰め込み始めました。よし、それでは退避したいと思います。それでは、そうですね、次回の兆候でお会いしましょう。さすが、我々が生きていれば次回の兆候で会えるはずです。大丈夫ですか。よし、忘れ物はないですね。こんな時でも忘れ物はきちっと確認しましょう。ゴミをそのままにしていってはいけません。でもそれでは皆さん、また来週次回の兆候でお会いしましょう。それではさよなら。うわ、鼻水垂れる。